こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サミーマーシャル好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくサミーマーシャル行きました。続いて前へ行くのはフォーマルゴールド、さらにはシャトーウォン、10番アッティカス、その後ろサンセットエーデン、後方から、では前の方から見てみましょう。ルイカトルズ先手を取りました。その隣にサンドピット、その外にフォーマルゴールド、サミーマーシャル、そのうちに続いています。その隣にシャトーウォン、サーガドラのすぐ後ろ、その外にバブルトワイニング、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から、先手を取ったのはサンドピット、これに続くのがルイカトルズ、黒の帽子サミーマーシャル、その後ろその隣にシャトーウォン、その外からバブルトワイニング、その後ろにアッティカス。 1000m を通過。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。フォーマルゴールド先手を取りました。さあ先頭はまだ13番フォーマルゴールド、シャトーウォン、ほとんど差がありません。バブルトワイニング3番手、大外から黄色の帽子アブクマポーロ、伸びてきた。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシャトーウォン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はサンドピット、さあ来た、さあ来た、アブクマポーロ、前を捉える勢いだ。アブクマポーロ、アブクマポーロ、アブクマポーロ、1着、2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ギャラントエリザベス、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してギャラントエリザベス花に立ちます。その後ろからはスピニングワールド、この馬も上がっていく構えです。さらにはシルキーフォース、2番ジェイドホリデー、その後ろ。先頭に戻りましょう。ギャラントエリザベス先手を取りました。その外にシルキーフォース、黄色の帽子ボーンドーター、その後ろ内からはサマースター、アリゾナアスペン、そのうちに続いています。トロットサンダーいい位置です。その外からスピニングワールド、内からはジェイドホリデー、その外からデインヒルダンサー。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。前に戻りましょう。サマースター先手を取りました。これに続くのがバラードプレイ、ギャラントエリザベス、そのうちに続いています。その外にスピニングワールド、アリゾナアスペン、そのうちに続いています。その外にボーンドーター。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はスピニングワールド、スピニングワールド先頭、あと 200m、 スピニングワールド先頭だ、スピニングワールド先頭。2番手はトロットサンダー、スピニングワールド1着、スピニングワールド1着、2着にはどうやらトロットサンダー、勝ったのはスピニングワールド、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはファインベンチャー、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくファインベンチャー行きました。続いて前へ行くのはストロングプレス、さらにはサラトガメド、9番サイクルコード、その後ろ。前に戻りましょう。ストロングプレス先手を取りました。5番大気シャトル、2番手を追走しています。その外からアイランドミラクル、その外にレイクヒル、並んで9番サイクルコード、内からはファインベンチャー、その外からジャスミンブリザード、並んで8番バーボンアート、黄色の帽子パッションコート、その後ろ。
ド、その外にグリーリーカンプ、先頭に戻りましょう。大気シャトル先手を取りました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあ先頭はアイランドミラクル、アイランドミラクル、さらにリードを広げます。2番手は大気シャトル、これは絶好の手応え。アイランドミラクル先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手は大気シャトル、先頭を捉えるか。やはり大気シャトル先頭だ。大気シャトル頑張る。先頭変わって大気シャトル、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。後続は大きく離れました。2番手はセイスパーキー、大気シャトル今ゴールイン、段違いの強さです。大気シャトル1着、2着はセイスパーキー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気シャトルまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴーイングファントム、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。クールラッキー前に行きそうです。ゴーイングカントリー、それに続いています。さらにはアライドフォーシーズ、11番、ゴーイングファントム、その後ろアイスラルビレオン、後方から。では前の方から見てみましょう。クールラッキー先手を取りました。その外からアライドフォーシーズ、内からはパリスアイズ、赤の帽子、アフターカード、その後ろ、その外にゴーイングファントム、さらにはキーオブラック、内からはジェザビール、大気ブリザード、この位置です。その外にトロピカルミズーリ、その外からサーストンマジック、その隣にリードアクション、イングランドカラーズ、すぐ後ろ白の帽子、シルシラ、その後ろ、すぐ隣にキングオブシップ、しんがりからアイスラルビレオン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から。クールラッキー先手を取りました。ゴーイングカントリー、この馬もこのグループ、前はクールラッキー、ゴーイングカントリー、ほとんど差がありません。アライドフォーシーズ3番手、大気ブリザード B1 です。さあここからどうか。ここで先頭に立った。ゴーイングカントリー差はほとんどありません。2番手はゴーイングカントリー、追いすがる。大気ブリザードいっぱいになった。さあ先頭に立ったのは大気ブリザード、大気ブリザード先頭。2番手はクールラッキー、2番手はクールラッキー、大気ブリザード、この馬で決まりか。大気ブリザード1着、大気ブリザード完勝。大気ブリザード1着、2着はクールラッキー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気ブリザードまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ダブルトリガー前に行きそうです。フライングリオン、それに続いています。さらには前のトップガン、4番スムースアメジスト、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはフライングリオン、青の帽子、ダブルトリガー、その後ろ前のトップガン、後位をキープ。
その外にジェットシューテング、その外からフェアエミネンス、その隣にインディアンミスワキ、その外からダンシングクレッセ、内からはプリマリック、その隣にストロングレター、すぐ後ろにディスコフット、その外からカフェブレーブ、その隣にスムースアメジスト、その横にシンフォニアヘッド、その外にハイランドジーニアス、最高峰にビーマイトゥルース。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。一気に先頭に立ちました7番ダブルトリガー、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭からダブルトリガー、先手を取りました。その後ろにフェアエミネンス、黄色の帽子フライングリオン、その後ろ好位置をキープしています。前のトップガン、並んで11番ストロングレター、インディアンミスワキ、この馬もこのグループ。すぐ隣にアローギャル、内からはプリマリック、その外からジェットシューテング、内からはシンフォニアヘッド、並んで2番ディスコフット、スムースアメジスト、この馬もこのグループ。ビーマイトゥルース、すぐ後ろ、並んで13番カフェブレーブ、ダンシングクレッセ、すぐ後ろ、最後方にハイランドジーニアス。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度10番フライングリオン、一気に先頭に立ちました。もう一度先頭から、先手を取ったのはフライングリオン、さらにはエアエミネンス、緑の帽子ストロングレター、その後ろすぐ隣にダブルトリガー、その横にディスコフット、前のトップガン、いい位置です。その隣にハイランドジーニアス、その外からジェットシューテング、オレンジの帽子カフェブレーブ、その後ろインディアンミスワキ、そのうちに続いています。その後ろにシンフォニアヘッド、その外からビーマイトゥルース、最後方にダンシングクレッセ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からフライングリオン、先手を取りました。その後ろからはフェアエミネンス、ピンクの帽子ハイランドジーニアス、その後ろすぐ隣にダブルトリガー、その外にジェットシューテング、オレンジの帽子カフェブレーブ、その後ろすぐ隣にアローギャル、並んで11番ストロングレター、すぐ後ろにインディアンミスワキ、その隣にビーマイトゥルース、その横にスムースアメジスト。さあ先頭はまだ10番フライングリオン、フェアエミネンス、ほとんど差がありません。前のトップガン、 B1 です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はダブルトリガー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はダブルトリガー、ダブルトリガー、さあ果たしてこの足色はどうか。さあ先頭に立ったのはフライングリオン、残り 200m、 先頭はインディアンミスワキ、残り 100m、 フライングリオン抜けた、インディアンミスワキ追いすがります。内から一気に前のトップガン、フライングリオン、フライングリオン、1着2着は微妙です。勝ったのはフライングリオン、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ストリートゲイル、好スタートを切りました。グレートソリスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してストリートゲイル花に立ちます。その後ろからはプリマオスカー、この馬も上がっていく構えです。さらにはグレートソリスト、7番シーキングザパール、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはストリートゲイル、並んで4番プリマオスカー、すぐ後ろにムーンダーク、その外からグラウンポケット、その外にカナディアンシップ、オレンジの帽子ポライトタワー、その後ろ内からはワンソーワンダフル、並んで12番ベレーバ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはストリートゲイル、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前はストリートゲイル、プリマオスカー、ほとんど差がありません。3番手にシーキングザパール、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はプリマオスカー、シーキングザパール先頭、2番手はプリマオスカー、追いすがります。やはりシーキングザパール先頭だ。残り 200m、 シーキングザパール先頭だ。残り 100m、 シーキングザパール差を広げる。2番手はキュートベルベット、シーキングザパール今ゴールイン。段違いの強さです。シーキングザパール1着、2着はキュートベルベット、シーキングザパールコロネーションステークスを制し、ヨーロッパ牝馬マイル3冠を達成しました。
第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は織姫淀富士、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は東海ダスト、残り 200m 織姫淀富士先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アインブライド先頭、オールペンダント迫る。アインブライド先頭だ。アインブライド、アインブライド1着、2着にはどうやらオールペンダント、見事に勝ちました。アインブライド織姫淀富士敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。